今日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は、二百三十六人でした。感染が確認されたのは、十歳未満から百歳以上の二百三十六人です。直近七日間の一日当たりの平均は、三百九十二人で、前の週と比べて百三パーセントとなりました。年代別では、二十代が最も多い七十九人、ついで四十代が四十六人。 重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は9人でした。重症の患者は前の日から2人増えて47人となりました。また、1人の死亡が確認されました。